きのう感染が確認されたのは福島市の70代男性中島村の80代男性そして会津若松市の20代女性の合わせて3人です県によりますとこのうち中島村の男性はおととい39度の発熱がありきのう抗原検査の結果陽性が確認されました同居家族はいるということですがその人数や感染経路などは分かっていません また、藍津若松市の女性は県内に勤める会社員で、29日に味覚や嗅覚の異常が出たということですが、少なくともその前2日間は出勤していたということです。これで8月の感染者数は72人となり、4月の69人を超え、1ヶ月の感染者数としては過去最多となりました。